ピンクのマーメイド。昔の
メンバー紹介したいと思います。はい、はい、中学2年生パープレゼントアイナです。よろしくお願いします。アイナありがとう。はい、高校3年生レッド担当クレハです。よろしくお願いします。クレハ。はい、中学2年生ブルー担当ヤカです。よろしくお願いします。アイナ。はい、高校1年生グリーン担当リーダーのユウアです。よろしくお願いします。ユウア。皆さん、あのスパティアの意味を知っていますでしょうか？知らないよね。知らない。知ってる人。知ってる人。知らないよね。わかんない、わかんない。教えましょうか？教えて、アイナちゃん。教えてあげましょう。はい、説明しよう。はい、SPATIO、これって前から読むとスパイコール温泉。後ろから読むと OITA イコールオイラ。温泉系オイタの意味になって全国に PR する名前になっているんです。そうですね、覚えやすいと思うので、皆さんぜひ覚えて帰ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではラスト2曲続けて聴いてください。 UFO UFO。ねえねえ声が聞こえるから、ほらみんなで一緒にせーのでクラップ。ねえねえ誰を探してたの、まだ胸騒ぎの中。Thank you.
広島アリスモールガーデン、ア
リスガーデン、リスガーデンで、ロコパパーティーがあります。皆さん来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上待ってます。